だからこそどうしたいかが大事だ。それ綺麗事として、もう仕事もプライベートも全て完璧、思い通りにいったっていうと嘘くさいですよね。どっかね、心の中でそんなことないのになと思っちゃってるのね。例えば今年はなんかステップアップしたいからフルマラソン出よう、例えばそんな風に決めたとします。そして1月からずっとね練習をします。そして例えば12月にホノルルマラソンがあるとして、12月に向けてずっとステップアップしようと思ったんだけど、例えばホノルルマラソンの1週間前に怪我しちゃったら、実際に怪我しちゃったんですよね。ホノルルマラソン1週間前に怪我しちゃったんですけど、そしたら1年分のステップアップが全部パーになっちゃうんです。つまり出来事から目標設定するとその出来事ができなくなっちゃった瞬間、その年はもうダメな年になっちゃいます。ただ最後の感情が何か今までと違うステップアップしたなっていうこと、例えば新しいものにチャレンジしたね、そういう感情が自分の今年のゴールだとしたら、ホノルルマラソンで新しいものにチャレンジはできなかったけど、じゃあスカイダイビングしようみたいに急に変えられるんですよね。つまり出来事は変換可能なんですよ。出来事で目標設定するとその出来事がダメになっちゃったらもうダメな年なんだけど、最後の感情だったら出来事変えられます。ある方は例えば会社が中国に進出する、あ、だから中国語勉強しようってこう頑張ってたんですね。で今年は中国語をマスターする1年でも頑張ってたら夏ぐらいにやっぱり進出なくなりましたってなっちゃったんですね。会社って俺こんなに中国語勉強したのに全然無駄じゃん。出来事をベースに今年頑張るぞってやっちゃうと、その出来事が変わってしまいます。なぜなら本当に世の中の流れが難しいにくるってすごく早くなってるんですよね。だから最後の感情、例えば社内でステップアップした2017年って決めたとしたら、社内でステップアップした2017年と先に最後の感情を決めておいて、そのための目標として逆算で中国は勉強してたものの、夏に方針が変わったら、じゃあ中国語の代わりに会計の勉強しようって会計のステップアップしてもいいわけですよ。残りの半分違うもので変えることができます。だから実現率が非常に高いです。最悪の場合12月31日何かやってその出来事をやれれば、残りの364日が結構ペボい1年でも切り替えられるんですね。結構私去年はいろいろ激動で大変なことがあって、年末まで結構半年間ね結構いろいろ苦しいこともあったんですけど、最後の1週間ぐらいで結構挽回してすごくいい1年だったってやることができました。こんな風に最後どんな感情で元旦を迎えたいか、これを明確にしておくと、出来事がうまく機能しなかったとしても変えられます。だから大事なのは最後の感情、こんな風に最後の感情を先に明確にしておいて、出来事を行動に落としていきます。ということで、どういう手順でいくかっていうと、1日3月の中でプラスの感情を、うわ楽しかったっていう場面ありありと思い出して、それの何が嫌か、マイナスの感情ありありと思い出して、それの何が嫌か、だからこそ何を大事にしたい。で C56 もプラスマイナス、189もプラスマイナス、101112もプラスマイナス、振り返りながらこうだったなと自分なりにタイトルをつけます。とこう収まりがつくんですね。必ずしもポジティブな必要ないですよ。だからこそどうしたいかが大事だ。それ綺麗事として、仕事もプライベートも全て完璧、思い通りにいったって言うと嘘くさいですよね。どっかね、心の中でそんなことないのになと思っちゃってるのね。仕事はこうだけどプライベートこうだった、できるだけ正直ベースでいいんですよ。こんな16回タイトルつけます。そしてだからこそ来年の元旦最後どんな感情を迎えたいか味わって振り返って、あ、16年どんな出来事が、17年どんな出来事があったかなっていうことでテーマを決めていきます。ということで、流れから価値観から最後の感情から見つけたやりたいことが叶うということでした。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。